これは頭で、で、こっちこうですね。はい。あのですね、本日は遺品の方をお届けに参ったんですけども。ああ、そうなんですね。はい、ねえ、ちょっとね、うちの母があんまりもうそういうものいらないって言ってて、引き取りたくないって言ってるんですね。窓を開けて、窓を開けることによって元気でいるよって、生きてるよっていう合図にもなると思うんです。なんか人もさ、友達が亡くなってそれ聞いた時にさ、やっぱりゾッとしたもん。今日も孤独死ですよね。今日も孤独死。ゆかりこう男はあまり触れないように。今度はもうそれをちょっとこう置いといて、一人ぐらい入るか分かんないけれどちょっと置いといて、そして楽しい近畿大学にしていきたいと思いますので、掘って掘ってまた掘って担いで担いで、じゃあ工房してるから。じゃなくて、なんとか都合つけてこいよ。